どうも皆さんこんにちは、キヨケです。はい、ですね、今日はちょっと部屋が寒いんでパーカー着てるんですけども、このパーカーね、うららさんのグッズなんだけど、めっちゃイケてるでしょ。しかもなんかさ、僕この色好きだわ、この色、うん、ランボルギニ色ね。いや、わかんないけど違うと思うけど。ということで今日なんですけど、はい、僕今ですね、グローバル大会がですね、これごめんなさい、今1月23日の朝の9時52分に撮ってるんですよ。でこれ動画上げる頃には多分もうこれ終了しちゃってんのね。すいません、本当になんかそのワクワクしてた方すいません。なんですけど、これ僕今8勝3敗なわけ。いや、きついね。いや、こういうグローバル大会久々に取り組んだけど、グローバル大会って僕今回やった理由が、上位100人のみ限定スタンプ、上位100人だよね、限定スタンププレゼントされるっていうところで、今回は本気出したるかと、本気出したるかって思ってやってみたんですけど、全然ダメなのに、マジでこれで。はい、見てください。でも8勝3敗とはいえ、あと2回も負けれると。あ、違う、あと2回負けたら終わりだ。あと2回負けたら終わりなんですけど、これはい、トシズムさんね。この人スーパーセルの脇さん。僕の動画にもちょこちょこ出てるんですけど、スーパーセルの脇さんね。はい。なるほどと。で、見てみると、前、なぎさんっていうね、展開の方で、ボンジュールさんが11勝なんですよ。これ、ボンさん超えたいなと、思ってます。で、その次に、やっぱね、我らが、ドズツーすげえな。ドズルさんが16勝なんですよ。だから、僕、あと倍すればドズルさんと一緒。だから、僕は、あと9勝すればドズルさん抜けるんだよね。いや、とっけーな。16勝は結構高い。うん。で、ここでピラミキ選手もほら17勝でしょ。テンゴットさん19勝。高校生最強のソーダさんも19勝。で、この辺になってくるとすごいね。ケンツさん、ラボロンさん、テンブラさん。てかすごいな。ケンツさんまだ20勝や。すごいな。っていう感じになってますと。だから言ったら、ドズさんやべえのよ。それでは、私、キヨスパで行きたいと思います。行きます。ドン！いや、これはマジで。タイタン、お前、タイタンか。よし、ちょっと待って。音聞こえないとちょっと嫌だよ。待って。よし、オッケー。失礼します。よろしく。いきます。なるほどね。よろしくと。まあ、キヨスパなんで、もう一番粘度は高いですよ。はい。一番粘度は高めです。が、注意します。マジで、スタンプを、これはもう多分ね、ぶっちゃけ、取れない可能性の方が高いっていうか、取れないと思うんだよ。ただ、やっぱり、ボンさんとかを抜かしたいっていうのあるよね。オッケー。注意します。いやー、こうすると、左のウィズが止められない。ま、メガホでいっか。注意します。射中。うわ、それやつね。どうしようかな。もうここも右捨ての構えぐらいでいいよね。捨てはしないけど、一応守るだけ守ります。うわ、すげえ。これノックバックで左行ってよ。左、これ行くでしょ、これ。ね、左、お前左向けよ。おい、スパーキー、このスパーキーあれ、鈍感ね、飲み会にいいよね。ちょ、鈍感系女子ね。鈍感系女子になって。いやー、なんか、ヨータはいい感じに削られましたね。これ、右捨ての構えで全然いい気がしますね。で、スパーキーも。スパーキー。なんかメガスパすごいな。ウィズもあるんだよね。うわ。ちょっと、つら。これ、きっついな。ウィズきっついな。あ、まあ、入ってる。うわ、ちょっと、きつい。いや、これちょっと過剰だな。いや、これきつない。範囲攻撃オブザイヤー受賞だよ。失礼します。うわ、俺今負けるかと思った。
マジで普通に負けるかと思った。あぶねえ。よしよしよし、トチズム選手で、リックさんっていうのが、まあ、言っていいのか分かんないけど、もう言っちゃうんですけど、カブドズさんの人なんですよ。カブドズさんで、こう、働いてる方で、結構ね、仲良くさせていただいてるんで、リックさん抜きたいね。うん。行きます、ピン、勝ちます。お、なんかジャックさん来たぞ、ジャックさん来たぞ、ザックさん、ジャックさん、よろしく。ジャックさんは嘘。うわ。いや、これきついな。いってー、まあまあまあ、ここで。まあ、こう、アドの構えね。アドの構えね。アドの構え。アドの構え見せたんで、ここでもうぶっ破しましょう。よろしく。うわ、ですよね、これね。もう、こう書いて嫌だな、俺。あ、入るんや。まあでも、あえてここ攻めすぎピンポーだよね。攻めすぎピンポーでしょ。オッケーオッケー、全然オッケー、全多分ゴーリー回ってるから。オッケー、よしよし、いいよ。どうしようかな。もうやだ、この相手さ、なんかそのさ、ウォールブレイカー出して僕スケルトン部隊だと、ザップで飛ばされる可能性すげえ高いから、なんかスケルトン部隊となんだろう、ザップ構えないとダメだよね。うわー、いや、ウォールブレイカー俺マジ苦手。ウォールブレイカーの対処法ちょっと教えてください、皆さん、マジで。ウォールブレイカー、だからザップ持ってるから、ガゴムレとかでも本当に守りに行くしかないのかな。よろしく、よし。あー、なるほどね。これはちょっと美味しくね、これは美味しいんじゃない。しゃあ、いいよ。いいよ、このゴブリンバレル。ナックルボール、ナックルボール、ナックル、ここで。何か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 、いいよ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 、これ入るんじゃない、入るんじゃない、うわっうわっうわっ、今見た、今見た、今見た。いきます。うわー、ここ絶対つけてくる、絶対つけてくる、絶対つけてくる。やさめでもいいかな、なんなら。これ守ってください、来た。いや、いらん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 、Thank you, thank you, thank you, thank you. 痛い、ちょっと痛い、注意します、ガチ注意します、ガチ注意します。吐いてね、ここはなんか OK、 細かい系来る。いやー、ちょっと違うか。いいよ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 、ちょっと待って、なんて、うわぁ、注意します、あぶね、オッケーオッケー、センキュー、いきます。これ大丈夫か？やばい、なんかめっちゃ土みたいのめっちゃこぼれたんだけど。ちょっと待って、じゃあ後でやろう、後でやろう。
あ、ちょっと。いや、ちょっとこれ事故だよ。事件だよ、これマジで。ボンさん11勝だからね。キヨキ選手気合入れていきます。いきますバン！よし、失礼します。なんかどうなんだろうね。なんか、こういうのって最後の方が強いとか弱いとかあるじゃないですか、多分。多分最後の方が弱い気すんだよね、なんか。集中します。なるほどね。いきます。いやー、このスパーキーで、スパーキーで美味しくいただきたい。うわー、そういう系か、そういう系ビーボーか。いや、ここで仕方ない。うわ、めっちゃ走ってくるやん、こいつら。なんかスパーキー進むの早くね。違うか、なんかスパーキーもずーって言ったよ今。これやだな、どうしようかな。なんかすることないジャイアントっすね、これ。することないジャイアント。でもジャイアントはその逆サイになんかユーノとかコジマとか出されたらすげえ嫌なんすよ。だってポイズンペッキー、ペッキー、いやーってだよー。なんでだよー、なんでなんだよー。藤原竜也さんみたいな感じだけど、なんでなんだよ、ま、なんで。やべ、これきっちい、これきっちいぞ。うわ、な、やべ、このメガゴン謎、このメガゴン何もしてない。ほうほう、ホケキョッキョー、ホケキョッキョーだよー、ミッキーだよー。やめてください、それはやめてください。オッケー、スケルトン部隊、ナイススケルトン部隊。ちょ、で待って、これままや、負けるね、やばい。ちょ待って、このまま待って、やめてくださいやめてください、何もできなかった。おいおい、これおい、これボーナス報酬、あなたの記録急勝。うわ、成績発表すると、カズマさんっていう人、このネカマキングダムっていうところのカズマさんもカブドズさんの人なんですよ。でカブドズさんの社員さんと一緒だよ、僕だから。うん、カズマさん、ドシズミさんね、和田さん、和田さんじゃねえ、俺だよ、和田じゃねえ、俺だよ、リクさん。いやー、ボンさんに負けたよ、これ。うわ、じゃあちょっと、いただきますか。うわー、え、大会が終了したら、え、500エメラルドで回収する、こいつら。うん、あ、でもスーパーレアタカルボクあるな。あ、お、マジか、これは美味しいな。うん、このウルトラレアタカルボク美味しいけど、まあ、あのスターポイントも貯まるんでね。ということで救急選手惨敗でございました。で、あ、これね、1週間で切れちゃうらしいんですけど、ぜひあのクリエイターコード、キヨキヨってね、こう英語でキヨキヨって嘘、支援いただけるということで、ぜひとも応援していただける方、よろしくお願いいたします。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、こちらをポチ、そしておすすめ動画ありますんで、まだ見てない動画ある方、ぜひとも、チェックしてみてください。チャンネル登録していただけるとね、次回の動画も見逃さずに見るかと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。